おはようございます。元男の子の青木かのんです。今日ですね、久しぶりに、わたるくんとデートするので、準備の様子を皆さんにお届けします。朝ごはん、ドーナツ。いただきます。このドーナツすごい好きで、どんぐらいだろう。120日ぐらい連続で食べてますね。やばくない？朝は、パン派。いただきます。うん。うん、ふん。あんまり動画では言えないんですけど、わたるくんとはもう久しぶりなんですよね。ちょっと理由があって。何しようかな。久しぶりに会ったらしたいことってなんだろう。朝からお前アイス食べんのかみたいな。全然食べますよ。むしろ朝ごはんアイスクリームみたいな。暑い。この髪型になってから、わたるくんと会うの初めてなんですよ。どんなリアクションしてくれるのかな。でも、わたるってあんまり感情を表に出さないんですよね。人によって態度変えるとかもしないし、まあ、常に平常心みたいな。なんかたまにいない？二人きりの時はめっちゃいいやつなのに、大人数になると、性格が急に変わるやつ。よくも悪くも。その悪い方向に振り切っちゃう人だと、うわーみたいな。わたるくってそういうの一切ないんですよ。ほんと誰に、にでも同じ感じで行くの。だから、すごい、一緒にいて楽なんですよね。で、この角度で動画撮ってるってやばいな。なんか全然盛れない。角度をさ、下にしたら、もう YouTube 永久バンになってしまうんで、そうなると明日から私無職なわけですよ。最近このお風呂とかこう、美容みたいのを、ちょっと地下で言うようになったんですけども、以前そのコラボした元男の子 YouTuber で、メイク動画を中心に上げられてるチュルさんいるじゃないですか。で、チュルさんとコラボ動画撮影してる時に、メイクは、ベースメイクが命だから、それをしっかりやらなきゃダメだよって言われて、で、そっから私すごい気を使うようになったんですよ。めちゃめちゃ で、そんな私が最近使っている、これ見えるかな？これスウェーデンブランドのフォレオから出ている、ルナ3というシリコン洗顔ブラシなんですよ。これ実際に使ってから今、どんぐらいなんだ？ 2 週間ぐらいか。2週間ぐらい経ったんですけども、すごいその肌の奥まで優しく洗浄してくれるので、なんかね、スキンケアのほど難しいのは浸透力っていうんですか？なんかいい感じになってるんですよ。あとこれあれなんですよ。クレンジング他にもエイジングケアのモードもあるんですよ。こっちの方がクレンジングで、こっちがエイジング。こっちの方のデコボコが、これエイジングケアの部分なんですけども、これを気になるところとかにこうやってフォーカスすることによって、フェイシャルトリートメントとかして肌を和らげることができます。あとですね、これすごいのが、たった1分でディープクレンジングができて、振動の強さも16段階あって、好きなように強度を選ぶことができます。私ってそんな肌荒れするようなタイプではないんですけども、これを朝晩2回使うことによって、すごい、なんだろう、滑らかになったというか、健康的になったような感じがするんですよね。多分それってほんと、チュルさんが、なんか、ベースメイクが命だって、こう言ってくれなかったら、多分こういう考えというか、そういう行動を起こさなかったんで、めちゃめちゃあのコラボ動画良かったなと思ってます。めちゃめちゃやばい角度で、説得力ないけど。あとこれすごいのが、1回の充電で約650回使えるんです。ルナ3は混合肌、普通肌、敏感肌用の3つのモデルから選ぶことができます。ではそろそろお風呂上がりたいんで洗顔していきましょう。まずですね、洗顔料を塗り塗り塗り。そしてルナ3のタイマー切れるまで顔の上をこう円を描くように滑らせます。ポチッ。ほら、振動が。私はこうやって最初コバのこうやって、こうやってやります。人に洗顔見られる、なんか変な感覚あんな。私こんなことやったことないからな。優しく当てます。これ力いらないです。やめにくいにくい。ああ、すっきりしたな。 どうでしょうか。めちゃめちゃすっきり。個人的におすすめです。はい、ということで今化粧が終わったので、髪のセットをして、そして昨日 GU で買ってきた新しいお洋服を着ます。2000円ぐらいで売ってたんで買いました。ということで完成しました。イエイ。
いかがでしょうか。すごいやっぱり肌のその健康感がいい感じになってます。お気に入り。ということで今から渡るくんと待ち合わせ場所に行きたいと思います。その待ち合わせした後のお出かけ動画もまた後日出しますのでそちらを見てください。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントも画面の下にありますのでそちらもフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。